長尾橋は、千葉県南房総市白浜町滝口にある、長尾川に架か,かる、石像アーチ橋である。長尾橋とも表記され、メガネ橋の名でも呼ばれる。三連のメガネ橋は、全国的に見ても数は少なく、関東地方ではこの橋だけである。架橋寺に建てられた袖柱には、橋の名をひらがなと漢字で記したものがあったが、 長い時間経過の中で一部欠損している。漢字表記の袖柱は一文字目の上部に3が失われていたため、1993年に補修を行った際に、元々の表記が蝶であると推定して補作している。長尾橋と表記されることもあり、付近の交差点は長尾橋橋交差点となっている。メガネ橋はその形状から呼ばれた愛称であったが、 1989年に、千葉県がこの橋を県有形文化財とした際、メガネ橋の名で指定している。1888年3月に仮設。設計、施工に当たったのは、地元の石膏であり、総工費399円40銭も、また地元の有志たちの寄付によって賄われたとされる。橋のたもとには、伊豆石が用いられているが、 本体に使用されている霧石は、水め石と呼ばれ、橋より、南南東方向に900メートルの海岸線にある、水めという石切り場から採掘されたものである。1917年に発生した長尾川の大洪水や、1923年の関東大震災にも耐え、第二次世界大戦中には近隣に駐屯した、日本軍の戦車も往来した。 1978年、白浜町は、長尾橋を、長有形文化財に指定。痛みが激しかったことから、自動車の通行を禁止した。1989年3月10日、千葉県の、県有形文化財の指定を受けた。1993年より2年をかけて補修が、行われている。橋の周辺や護岸は整備、保存され、地域のシンボルとして、 町おこしに活用されている。2005年には土木学会戦勝土木遺産に認定されている。ありがとうございます。